カルシトニンのリボンモデル。人のカルシトニンのアミノ酸配列サイズぐらい。A S N ンレイセール THR サイズメット。レイグライ THR ティール THRGLN アスプフェイエ S センリスフェヒズ THR フェプロ GLNTHRLA いるくらいバルくらい ALA。プロカルシトニンとは、哺乳類では、甲状腺のボール放細胞。哺乳類以外では、 エラご体の C 細胞などから分泌される32アミノ酸残器を有するペプチドホルモンである。動物種によりそのアミノ酸構成は大きく異なる。PE ヒル種により1963年に発見された。人においては、甲状腺 C 細胞以外でも産生されるため、甲状腺を全摘出した後でも血中に検出される。半減期が短く、 このためだかカルシトニン状態は持続しにくい。血中カルシトニン高値の場合は、甲状腺随溶がも疑うべきである。カルシトニンは、血中のカルシウム濃度の上昇により分泌が促進され、カルシウム濃度が低下すると分泌が抑制される。カルシトニンは、破骨細胞に存在するカルシトニン受容体に作用して、骨からのカルシウムの放出を抑制し、 骨へのカルシウムとリン酸の沈着を促進する。尿中へのカルシウムとリン酸の排泄を促進する。作用も有する。また長期的には、新たな破骨細胞の形成を抑制して、骨形成作用を相対的に増加させる。腎臓に対しては、薬理的容量では、腎臓のカルシウム排泄を増加させるが、生理的容量では、腎臓のカルシウム排泄を減少させる。 生体内でカルシトニンと結候する作用を持つ物質は上皮固定から分泌されるパラトルモンである。カルシトニンはガストリン、コレシストキニン、ドーパミン、エストロゲンにより分泌が促進される。カルシトニン受容体は細胞膜上にある膜7回貫通の G タンパク質、強薬受容体で GS サブユニットを介してアデニルサンシクラーゼと結合しており、 カルシトニンが結合することで細胞内のキャンプが増加する。カルシトニン受容体は破骨細胞や全破骨細胞に多く発現している。エルカトニンのシリンジ入り製剤。血中カルシトニン高値を見た場合は、甲状腺髄養丸、多発性内分泌腫瘍にアンペア型、髄養丸以外のカルシトニン酸性腫瘍を疑い精査する。骨、パジェット病や骨粗症症。 高カルシウム血症に対する治療薬としてヒトカルシトニンより効果の強い酒カルシトニン、豚カルシトニン、合成ウナギカルシトニンが用いられている。なお、人の血液などよりも CA イオンの濃度が高い海洋に住む酒のカルシトニンの生理活性はヒトのカルシトニンに比べて約100倍の効力を持っていると言われている。ありがとうございます。